今日も給食ゲームやってくぞ。何回やる気なんだよ。スイカゲームみたいに給食を進化させてもらうよ。目指せステーキだ。ステーキまで進化させれる自信がないよ。今回の進化の表はこんな感じ。全部野菜だ。嫌いなもんばかりだよ。お腹しかくて。文句言うなクソガキ。怖すぎる先生だな。もっと優しくしてよ。仕方ないな。じゃあお肉ばかりの表にしてあげよう。お肉は嬉しいけど、ただの動物いる。食べれないよ。だけど上まで進化させていけば、焼肉、しゃぶしゃぶ、ハンバーグ、ステーキだよ。そんなん給食で食べていいの？これはやる気出てきた。今までひどかったから絶対ステーキ食べてやる。まずは鶏からか。こんなの給食じゃないんだけどな。次が豚か。じゃあ重ならないように置いとこう。あれ、鶏飛んでない。動き出すってありなのかよ。鶏落ち着けよ。あー、豚の上に乗っちゃった。そして次豚なのかよ。これじゃ重ねられない。だけど豚も動き出すかもしれないから隣に置いておこう。豚も動いていいんだよ。ほら動いてくっつきなよ。全然動かねえな。次はこれはなんだ。これは生肉だね。また食えないもんかよ。とりあえず端に置いとくか。次も何これ。それは魚肉ソーセージだね。ウインナーとかくれよ。だけど文句も言ってられないか。これは食べれるからな。豚の上でいいか。次はまた魚肉ソーセージ。じゃあ進化させよう。何になるんだこれは。何、歯と歯の間に挟まって取れなくなった肉だよ。汚ねえな。そんなもん給食に出そうとすんなよ。これは絶対消さないとな。次は牛。牛でかくない？ちょっと邪魔だな。端に置いとくか。次は魚肉ソーセージ。歯のやつをどうにかしたいから歯のとこに置いとこう。おお、また魚肉ソーセージ。これで進化だ。歯のやつ同士で進化。なんだこれは。ゾンビ肉だね。腹壊すわ。しかしゾンビ肉の次が焼肉。絶対焼肉に変えてやる。ここで鳥か。鳥来なくていいよ。端っこに寄せとこう。次は魚肉ソーセージ。じゃあゾンビ肉の隣に入れとくか。あれ、鳥飛んでる。何してんの。あー、出てきちゃった。もしかしてこれでゲームオーバー。なんだこれ、給食なのか。ただの牧場じゃないか。チャンネル登録よろしくお願いします。